はい、こんにちは。プロニュースレイディオインタービー2021の見どころが5分でわかるプロニュースレイディオリコメンズをお送りします。さて、会期2日目となる第2弾なんですけれども、 NHK テクノロジーズさんを取材しました。こちらでは 8K 放送用の 22.2 チャンネルコンテンツを作る上で必要なサラウンド収録用のマイクを2つ展示してました。1つはですね、なんかひっくり返した傘の先端に指向性マイクが8つついてるような、折りたたみできるそういうタイプで、もう1つはですね、無指向性マイクをなんか魔法の壺みたいなユニットの中に埋め込んで収録するという、そういう2つのタイプを、展示されてましたね。で、 22.2 チャンってどうやって作るかっていうと、頭の上の方にですね、上の層に8チャンネル、そして自分の周りの第2層に8チャンネルで、前方はちょっと厚めの方がいいっていうんで、前方にその隙間を埋める形であと3チャンネルで、下の方に3チャンネルで、あとサブウーファー2つということで、全部で 22.2 チャンネルなんですね。で、これまではこれをね、全部埋めるのは結構大変な作業だったわけです。このマイクはですね、我々 22.2 チャンネルのコンテンツを制作するときに使う環境音を収録するマイクになります。こちらは単一指向性のマイクで、下が、無指向性のマイクですね。このマイクを、これまで我々がこういったマイクで環境音を収録するときに、ものすごく大きなマイクで、結構その脆くというか弱い、壊れやすい、でケーブルも細くて取り回しが難しいといったマイクを使ってはいたんですけれども、より小型で、音質を損なわず小型で、かつ軽くて頑丈な、マイクを作りたいということで、オーディオテクニカさんと一緒に開発を、進めました。これはオリンピックの時に使ったこの一層対立指向性のマイクを、観客席の中に置いて、いわゆる拍手ですとか、お客さんの歓声ですとかを収録した。で、選手に近いレベルで無指向性のマイクを、1本、それからガンマイクですね、これで競技音を収録しました。これ無指向性のマイクをこう並べる、こういう形で並べることで、やっぱりこのサラウンド感は出るもんなんですかね。なんか無指向性だと、このいろんな方向は どっちみち取れてしまうので。そうですね、確かにその無指向性のマイクは間接音をしっかりと集合してくれるという特徴があるので、なかなかこの定位感というのはつきづらいんですけど、ただスピーカーに配置することによって、その場にいるかのような環境音的なその音場を再現するというのは、ことにはすごく向いているマイクです。ただ無指向性のマイク、その周波数特性的にしっかり下まで集音してくれるという特徴もありますし、例えば音楽を撮ったりですとか、そういったところで、向いているマイクがあると。逆にその単一指向性のマイクは定位がはっきりしているので、動きのあるものですとか、粒立ちのあるもの、拍手とか歓声とかが右とか左とか飛んでくるような現場では、こういった単一指向性のマイクがすごく、じゃあ撮るものに応じて使い分けてるってことですか。使い分けてます。様々なシチュエーションがある中で、両方持っていってミックスするってこともありますし、コンテンツによって、そのロケの収録する内容によって、使い分けて、セレクトして、収録してくれるってことなんですけど、これは、8つあるんでしたっけ。はい、そうです。8本で360度でございます。それをこう どうやって割り当てるんですか。もう本当この収録した通りに配置していくという形になります。それで22に足りるんでしたっけ。実は足りない部分はあってTPC と FLC、FRC の間ですね、あとボトムの3本はありません。なのでここのスピーカーの足りない部分っていうのは、例えば先ほど言ったそのガンマイクの交換をここに足したり、例えばナレーションがここに入ってきたりというところで、足りない部分は補っていくと。その環境音を再現する上で、88とあれば、取り囲む360度は全てスピーカーとしては埋まっていく、つまり環境を再現できるということになる。なるほどね。最近ではドルビーアトモスコンテンツも人気になってきてますけれども、いわゆるですね、 NHK 専用っていうわけじゃなくて、民間の映像制作用としてもですね、オーディオテクニカさんが特注で作ってくれるらしいので、今後はですね、ライブコンテンツなどの現場でも見かけることがあるかもしれないですね。